こんばんは、わわわ。みんな何してたん今日？日曜日。休みの人が多いでしょ、多分。どうなの？どうなのさ、みんなは。3回目のワクチン受けてきた。お疲れ様でーす。大丈夫？体調。途中で寝ちゃったりして。パパッチの話だって。パパッチはパパッチっていうのやめん。嫌やねんけど、パパッチとかキモキモすぎ。笑った。無理、それは無理、無理すぎる。嫌やん。父だよ、父。父でいいんですよ、父。お、猫のご飯と猫砂。あ、今日は変えたんだね、よかった。え、父は寝てる今。父はね、すぐ寝ますね。ご飯食べ終わったらすぐ寝ますね、あの人は本当に。なんやろ、得意料理はパエリアとか、あとなんやろ、ペペロンチーノをよく作ってくれる。我が女神リナ姫こんばんは。やって、やっほー。あー、肩が上がらないくらいか。そうかそうか、お大事に。今日はお話し会でした。誰んとこ行ってきたん？誰んとこ行ったんかめっちゃ気になる。今日はお話し会の会場にいるミーキから電話がかかってきました。そこにはマネージャーさんもいてね。元気かって。元気でーす。電波悪くてちょっと何言ってるか分からへんかったけど。スンドゥブ自炊して食べました。だってすごい、ええやん。スンドゥブは何派？海鮮とか入れる人か、キノコ系か、豚肉とか入れるのかな。あとはなんだ、うちは多分豆もやしとか入れてそう。スンドゥブって、いやいや、豆もやしやっちゃうわ。それサムゲタンか。え、何、分からん。プッタネスカ、なんそれ、カスタネットみたいな名前やな。で、顔出せる準備できてんのにずっとラジオで配信してた。ウケる。ウケるんですけど、でな、そのマネージャーさんたまに見てんねんって。ほんまにやめてほしい。こんなさ、しょうもない話しかしてないのにさ、見られてんのめっちゃ恥ずいやんか。もうほんまに言うやん。アサリと豚肉、豆腐。お、うちと一緒や。うちと一緒。私がエビとか何、タコとか、タコは入れないか、イカかな、わかんない。あ、ホタテか。いや、わからん。そういうの食べれないから、あれを入れてくれてる。アサリ、アサリはね大好きなんですよ、私。プッタネスカは癖のあるパスタですな。癖のあるもん、ある食べ物は基本食べないかな、私たちは。あ、こんばんは。もうちょっといい位置からライト照らしたいよね。
ダメ、三脚と絡まって三脚が倒れてしまう。やめっぴー。なんかさ、ここがさ、めっちゃさ、なんか光るからさ、なんかめっちゃここになんか溜まってる人みたいな顔してるからめっちゃ嫌よ。あうわ、もう最悪。ほんまにアサリを入れたらあっさりするやって。失望したよ。久しぶりにコメントをしてきたと思ったら、なんだアサリを入れたらあっさりするって、何言うとんの、ほんまに。座布団もう一生あげへん、ほんまに。もうマイナス、マイナスのマイナス、いや、マイナスのマイナスだと足してんのが、ああ、もう無理やで。もう無理。ほんまに。いや、でもほんまにアサリを入れたらあっさりするは、ちょっとそれはあるかも。それはあるからあんまり強く言えない。あ、ちょっと待ってねとは、あ、さっきラジオしてたんですよ。イナッチのせいで今日もドンキのサンリオコーナーで立ち止まってしまった。悔しい。なんでやねん、なんで悔しいんや。私今日ドンキ行ったけど、サンリオコーナー行き損ねた、忘れてた。髪の毛染めるやつさ、買おうと思ってさ行ったんよ。そうしたらさ、一番欲しいやつがね、全部在庫ゲロです。誰そんな買い占めたん、何転売でもすんの、ほんまやめてほしいで。そんな、そんな、私が愛しているエンシェールズのカラーバターが、エンシェールズのカラーバターが品切れって、そんなことある。梅田と難波のドンキやったらありえんね、そんな。どうしたん、ほんまに。田舎のドンキはダメなのか。田舎のドンキとか言ったら位置情報バレそう。先週のお話し会、お、先週のお話し会に参加したの。ショールーム、ん、みーきと話をしたけど、ゆなっちのショールーム見てるって言ってたよ。やなー、ミキライン返信しようと思って配信始めちゃった、ごめん。ごめん、今日は機嫌悪いよ。めっちゃいいよ、めっちゃいいよ。あ、美言、何美言って、美言って何。一瞬配信止まるかもしれへん、ちょっと。ただいま。今日は5期生の中川美音と6期生の岡本れなちゃん、知ってるよ、かぶってるよ。一緒に公演は出てないかな、ライブは一緒に出てるね、とお話ししたのね。なるほど、まあリナッチが一番好きやけどねって。そのアバターでちょっと、そのアバターとアイコンで言います？いいですけど。美玄の白髪染め、美玄の白髪染めなんてあるんだ。美玄は使わないですね。ちょっと前に私はだいぶ赤っぽく見えてきたかな。ホーユーで調べました。え、ミヨンとじゃなくてチャーチャー、岡本れなちゃんと、で、去年の3月4月に、毛先紫とかピンクにしとったじゃないですか。あれはカラーバターを使ってるんですけど、エンシェールズっていうのがあって、それを使いました。
その時さ、自分でブリーチしたんやけどさ、もうこの話30回ぐらいしてるかもしれへん。自分でブリーチしたんやけどさ、自分でブリーチするのにさ、自分で染めたことある人いるかな。市販のブリーチ剤を使ったんですけど、いろいろこれとこれを混ぜてくださいみたいな説明書がねあるんだけど、混ぜるもの間違っちゃってさ、ブリーチをした後に使うトリートメントを混ぜちゃったの。でもそれを混ぜたこと気づいてなくて、なんか何分経っても全然さ、色が抜けないわけ。んーだら、自分のお尻に隠れてて、その入れなあかんやつ、本来混ぜなければいけないものを、そうだから完全にやらかしたんだけど、でもなんとかもう多分アウトやけど、その染める材料を無理やりそこにまた混ぜてやり直して、そしたらちゃんと色がね抜けて、でそのまま紫ピンクみたいな色がねちゃんと入ったんですよ。でその特別この枝毛とかできるわけでもなく、でも未だにね、このそのブリーチの部分はしっかり残ってるね。あの匂い、ダメなんだ染め子の匂い。そんな人いるだいるねんって、私みたいな、そんな、何も考えずにやってる人が。ニキビだいぶマシになってき、確かに。そんなこと言わんといて、そしたらニキビが、まだおるしとか言って出てきそうやから、ほんまにやめて。それありがとう、嬉しい、大好きマシになってきたね。そうだね、だね、ほんとだ、ほんとだ、確かに。生活は変わらず不規則なのに、髪染めるの手伝ってあげるねって、なんかめっちゃ嫌やけど手伝ってほしいめっちゃ嫌やけど、なんかほんまにめっちゃ嫌やけどめっちゃ嫌やけど手伝ってほしい生きて生きて、早くなった。いやもう喋るのやめよう。いやそういやだから、そう、髪の毛を自分で染めるけど超大変なわけさ。なんかさ、なんていうの、その後ろとかやっぱ染めるのめっちゃ難しいさ。後頭部は手伝ってほしい。そう、自分で染めたことある人いるかな。多分男性とかで、まあ男性に限らずだけど、髪短い人とかはすっごい分かりやすいと思うの。でも私の場合、ここの毛を取ってもここにもいるし、ここにもいるし、なんかとにかくさ、毛量があるから超大変なわけ。これは無事なんとか染めることができたけど、で初めてピンクシャンプーというものをね、薬局に売ってたから買ったんだけどさ、ドンキに行ったら種類めっちゃあった。もうちょっといろいろ見てみればよかったな。そうで、自分で髪染めるってめちゃくちゃ、なんだろう、勇気がいるじゃない。美容院に行ったらもう美容師に任せれば、まあもうなんとかなるだろうって。一回なんとかならなくてすっごいへこんだんだけど、なんかできましたって言って、あれみたいなことが一回あって、でもそれ以来もう美容院で奇抜な色にするのがトラウマで、だからもう自分でやることに決めたんですけど、このブリーチを自分でして、毛先とか、でさ、やっぱいろいろツイッターでレポを
調べるわけですよ。なんかインスタだと、なんだろう、もう完成した完璧な やつをやっぱ載せられる方が多い。でもツイッターだとやってみたらこんな感じになった、あははみたいな、とかめっちゃうまくいったって人もいるし、なんかこういう色にしたいつもりがこんな色になっちゃったんだけど笑ったみたいな、そういうツイッターは割とリアルな声が聞けるというか、インスタやっぱ完璧に見せるよって感じがするのね。だから結構そういう初めてのことにチャレンジするときはツイッターで一回検索をかけたりするの。それが割とね参考になったり、まあ YouTube でそういうやってみた、紫とか、あのエンシェールズのカラーバターで染めてみたみたいな YouTube 載せてる人とかいるから、まあそれも初めは参考にしたりしたけど、いやでも結局も自分でやるしかなくないみたいな思って、もう失敗したら失敗した、それはもうあの経験としてやろうと思って、でその時は自分でやったね。で2日前にちょっと髪の毛、この毛先との境目がまた目立ってきたし、その結構茶色がきつくなってきたから、ホーユーを使って自分で染めました。まあもうこのブリーチしてない部分の根元は仕方ないけど、そんなにムラなく、うん、私の場合は部屋から一箱で足りました。足りた。めっちゃ嫌って4回も言ってかわいそうやって僕も好きって言われたいよって言ってる後にさ、いやご褒美ですって、大丈夫大丈夫、でも大丈夫じゃないのは知ってんね、知ってる、それが通常運転なのも知ってる。こんばんは、今日誕生日です。世界中の今日誕生日の皆様、お誕生日おめでとうございます。素敵な一年になりますように。久しぶりにナルトたい焼き、本舗のたい焼き、すっごい何年も食べてない、超食べてない、たい焼き自体食べてない。だって家の近くにたい焼き屋さんなんてないもん。ああ、おばあちゃん家も行かないしな。いいな。あ、すごい、みんな優しい、拍手してくれてるよ。よそー、野草の集まりやん。こんばんは、かわいい、かわいいちっちゃい通の後に棒がある。福岡にもあるよ。なるほど、私が知ってるのはあの、そんなんだっけ、たこ焼き、ナルトのたい焼き本舗、東京で1店舗、大阪で2店舗ぐらい知ってる。大阪だと難波にあるよね。ね。今日のリナッチ。な？今度たい焼きデートしよう。嫌です。で、ここにさ、髪の毛にさ、ピンクのハイライト入れようかな。あ、ピンクって言っても、あの、何？こういうピンクじゃないよ。なんだろう。こうあ、でもここまでなんかちゃうよ。なんかさ、こういうさ淡い色が出せたらいいのに、本当になんかどうにか完璧に私の思い通りにしてくれる人はいないのかな。どうにか髪の毛って分かんないわ本当に。
今日になっちゃん、いつも以上に可愛い。そう、久しぶりに割とちゃんとメイクしてん今日。だからね、目の周りもねキラキラしとるんよ。ほら、あ、またここには持ってきてないけど、ミーキがくれたアイシャドウとここにミーキからいただいたリップがございます。髪と眉毛の色を合わせないの。いや、これで私一応限界に合わせてるんです。一応ね。あ、ここにはないけど、あのケイトっていうブランドの、割と赤に、ほぼ髪色赤の人のための眉マスカラっていう色を変えるやつをやってるんだけど、だから明るすぎる茶色でもない、ちょっと赤みがある色みたいなのものにしてます。照明青くはないけど、青くはないよ。え、起きろ自分だって。寝てもいいよもう。え、今日優勝してない。だって風呂入ってないもん。わあ、唇お化けになった。キュン、いやいや、なりすぎた。はあ、ティッシュがない。うわあ、最悪。完全にこれなりすぎた。やばい、お化けになった。ママね、ティッシュください。ティッシュ、あ、メイク落としあった。あ、やっぱ大丈夫。あ、でもやっぱティッシュもらう。うん、1枚でいいんだけど。ありがとう。人狼やめ。あ、これぐらいがちょうどいいんじゃないですか。ちょっと色がついて。あ、お腹痛くなってきた。変な時間に夜ご飯を食べたのでお腹が痛いです。明太唇。はぁ、なんだと。肩にいるからって。福岡にいるからって明太子にかけりゃいいもんちゃうぞ。でも明太子の差し入れは欲しい。正直明太子は食べたい。でも博多、福岡行く機会ないからねって言ってまた塗ろうとする。いや、これのね、塗り方めちゃくちゃ難しいんだよ。あの腹痛のジャンルが胃ですね。胃が痛い。胃が痛いってさ、結構さしんどくない？胃。あ、これこんな少量でもこんなつくんだ。どうしよう、これさ減らないよ。ミーキどうしよう、このリップ難しい、塗るの。めっちゃむずいなこれ。めっちゃむずいなこれとかじゃなくてさ、もうちょっとさ、なんかさ、綺麗に配信したい。え、なんだろう、なんていうかさ、あー、このリップ、ちょっと塗るの難しいな。どうか、大丈夫かな。
大丈夫かなみたいな。みたいな。すごい。口だけ濃い人みたい。昔の NMB や。やたら唇が濃い集団。それが NMB。受ける。もう最終手段ワセリン。ワセリンでちょっと油分をつけてごまかす。喋り疲れたオイラ。で、なんか話したいことあります？舞台とか活動予定ないですか？待って、なん、待ちなよ、そんな早まるな。早まるなって。まあまあ待ちな。首を長くして待つのよ。え、ありません。ありませんだって。私は今もうね、多分充電期間、今は充電どんだけすんねんってな。いやでもなんかもうね、あれですね、なんかね、そろそろね、早く稽古をしたくてね、うずうずしております。僕ちゃんなんかさ、今まで言われてきたことがだんだん分かったわけ。今更ですけど、落ち着いた今分かってきたわけさ。だからね、その自分なりに解釈できてきたことをね、早く実現したいわけさ。どうにかしよう、どうにかやろう。イナッチの首も好きだって。いや、私もう首身近人間だから好きじゃないんだよ。だからさ、タートルネックさ、似合わんのさ。でさ、ここもさ、人よりさ張ってるからさ、ここをなくしちゃったらさ、かわいそうなの。だからできるだけここはスッキリさせたい。だからもっと鎖骨も出したいし、出したいっていうのは露出したいって意味じゃなくて、この今ちょっとだけ見えてるけど、私だからもっと若い、だから何、全く脂肪がない頃中学生の時の写真とか見たら、ここめっちゃ骨出てんの。いや、骨出すぎも困るけど、だ私は鎖骨が好きだから、骨のパーツで言えば鎖骨とここが好きなんで、鎖骨が欲しい。でね、どっちかはね、この鎖骨の端鎖骨の端もね見えてんの。鎖骨の端でさ、だいたいここのくぼみは見えるじゃん。で、その延長線の端も見えるわけさ。でもこっちがね、なんかね、どう
頑張っても出てこないのさ。で昔はね出てたからね、多分どっかにいるはずなの。そう一時期そのだからここのさ、なんか鎖骨のここをとにかくなくすマッサージを2020年ですかね、自粛期間にとにかく鎖骨出したくてやったら、ちょっとこの見てわかるぐらいでちょっと出るようになったんだけど、あのもうちょっとなんかアイソレーションです、アイソレーションですか、アイソレーション、そう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 、首の筋を目立たせたり鎖骨を目立たせるトレーニングとかある、あるねあるね。あとさ携帯見てるとさ、ついここ首のシワがさできがち、あら気をつけてんのに、なんかちょなんか蓄積されてるんだよね、本当にちゃんとしよう、本当に 40-50 歳ぐらいまでちょっと首のシワは なく痛いから、うん、ななほちゃん、まあ確かに長いイメージあるかも、なんか長い方がさいろいろなんかなんだろう、あのタートルネックじゃなかったとしてもこういう丸首のさ服とかでも合う、あのあるからさ、首が詰まって見えないからいいんだけど、でほんと昔とか丸首のこういうのよく着てたけど、だから自分が首短いことをそこまで自覚してなかったから、人より首が短くて人よりここが張ってるから、どうにかここをスッキリさせれば少しはマシになるっていう、あの美容赤が言ってた。美容赤が言ってた。もうね、骨格に関してはどうしようもできないからね。骨はねもう諦めてる、骨だもん、だって脂肪とかさそういう問題じゃない、脂肪と筋肉はどうにかできるけど骨はもうどうにもならん。美容赤おもろい、何赤、美容赤あるでしょ、みんな見ないか、あんまなツイッター流れてこない、私はめっちゃ流れてくるよ、美容赤、美容赤っていうのはツイッターの美容に関してめちゃくちゃ詳しかったり美容について追求するアカウントですね。なんかそれほんまみたいなことばっかり言ってるアカウント。もうもはや案件なのか案件じゃないのかもわからなくなってくるようなアカウントです。やつには美肌という武器がある、いやーどうかな、うん美肌ね、まあそうね、いやーどうかな、この今の肌の状態を10年続けてたらいいな、顎引くの意識するだけでも違うよって言われて気をつけてる。えだからさ、あのこうなってなきゃいいってことでしょ、あのだから私姿勢自分が悪くなってんなと思ったらバレエやってた時の自分をまあ思い出すわけですよ、普段こうだけど、まずあの骨盤からね起こしますね、骨盤を起こして、骨盤を起こすだけでだいぶ変わる、そこで腰を反らすのではなく骨盤を立てます、そして肩を丸まってんの張ります、で
おへそのなん胃を引っ込ませることは引っ込めることは簡単じゃないですか。胃の下だ、おへその下を引っ込ませて、おへその下をガッて引っ込ませると胃が出るので、その胃も平らにするイメージでだから下からどんどんこの空気をなくす。でそうすると今度はあわらが開いてくるんだけど、それも閉じるのさ。そうすると一番姿勢が良くなる、姿勢っていうかなんだろう、上半身がたるまない、すべて引き上がってる状態、ここ全部引き上がってる状態で、でさらに今首力入れてないけど、ここを下ろして、で顎は引きすぎない、引きすぎたら20号になっちゃうからね。そうで常に引っ張られてるイメージ。でここはこう上げない、下ろす。そうすれば今完全に背中とお腹の筋肉を使ってるのでとてもしんどいです。はい、今が一番姿勢がいいです。で 3,2,1 でいつも通りの力を抜きます。 3,2,1 ね、カルシウム。でもただこうなればいいってもんじゃない。だからここからこうなることは簡単じゃん。でもそこからさらにもうおなかへその下からクーって上げて、でもあばらシューって閉じて、で肩を下げて首を伸ばす。これがバレエの姿勢です。そう、これが確かにこれが美容赤だね。確かに美容赤、美容赤の人がクラシックバレエについて、まあクラシックバレエだけじゃないと思うけど、そのバレエとかダンスとか、ダンスでそんなへその下から引っ込めてみたいなで引き上げてとかなかったかな。だから引き上げてっていうのは多分バレエ特有のものだから、その引き上げることでだいぶその姿勢とか見え方変わるからさ、そう、それを言葉で伝えるのはめちゃくちゃ難しいのさ。みんなさ、だってさ、お腹で全部ここの肺ですか、肺を全部ふーって膨らませたらさ、あばらがさ自然と出ると思わない？男性ってわかんない、どうなるんだろう。男性もでもあばら出るはず、出るのを、出たらさお腹さ引っ込むでしょ、引っ込むでしょ、でお腹引っ込んだ状態をほぼキープしながらあばらを閉じるんです。そしたら鼻から息を吸って、そしたらあばらも閉じてお腹も引き上がった状態になるわけよ。できてる？みんなそうすると気持ち悪くなってやめない？それそう、だからどうしてもその全部気を抜いたら重心が全部ドーンって下に行っちゃうから、それだとやっぱさ姿勢も良くないし、皮膚全部さ下に行くじゃん、全部下に行くとやっぱ良くないわけよ。常に引き上げ、本当は引き上げるのが一番いい。鼻から息ふんって吐いただろうけど、ちゃんと息はしてね
めっちゃしんどいやろ。そうやろ、しんどいね。でもバレエってその状態でな踊るねん。踊っててさ、しんどくなってくるとさ、あばら開くじゃん。あばら閉じてって言われるからあばら閉じながら足上げて、足上げてってやるから。そうなんです。いやでもバレエは本当にやっててよかったって私は思ってる。バレエやってたことでさ、 NMB のダンスのもう基礎の基礎、それもなんかバレエの踊り方だからなんか違うってもたくさん言われてきたけど、めっちゃ言われてきたけど、でもその基礎がすごい、バレエにはそのダンスの基礎バレエにすごい含まれてたからよかったなって思う。魚を3枚におろすみたいな感じやね。絶対ちゃうやろ絶対違うおー、めいっこちゃんがアナの客室乗務員してるけど、メイクや立ち姿の下の工事が大変らしい。そうだよね、確かに客室乗務員の方みんななんかもう綺麗だもんね。シューとして、シューとして、シューとして、だって飛行機の中絶対しんどいやん。あんな ヒールじゃない、まあ、パンプス履いてさ、で歩きにくいさスカートでさ、でもさ多少の揺れにもさ動じずさ、で荷物もちょっと支えてあげたりとかさ、いやすっごい仕事だと思うな。うん、いろんなお客さんいるだろうし。まだ Y 字できるの？え、無理無理かわいいやって、ありがとう。イカ玉とか言いながらエビじゃんできてる、本当よかった。あ、そうそう、あとは、あ、もうでもバレエの話したらもう、あの、もうダメだ、あの話が尽きない。客室乗務員は身長高いのが採用に有利。なるほどね、そうなんや。まあそうだよね、あまり低いとで、それこそ何だろう、荷物荷物さ、やっぱやってくださるじゃない、支えて大丈夫ですかって開けてさ、開けるのがね届かなかったらね、乗務員として役割が負担になっちゃいそう。それだけじゃないのかな、理由は他にもあんのかなあー、なんかもうこの出がらしが喉にガンガンなんかめっちゃ嫌。もう身長168センチ、なるほど。私のおばさんも客室乗務員やってたな。身長それぐらいあったの、なんかずっと私は164センチだからってずっと言ってる絶対それはない、もっと高いって思い、いやエリートだよ、すごいよ。充電が 20% になったことだけお知らせします。飛行機の荷物でフラワーで心筋機座長ん、なんかあったの。あー、出がらし、お礼なしでした。あ、そうですか。あ、もうそれはもう誰に対して、私ちゃんとお礼言おう。ね。
いつ誰にどう言われるか分かんないもんね。あ、飛行機で C さんと向かい合わせの席だったことが、そういうこと。え、めっちゃ気まずくない？え、あれさ、CA さんって寝ないんだよね。あれ、私本当に意味がわからない。あんなのもこうなっちゃうよ絶対。あんな飛行機にカタ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 言うのめっちゃはずいよね。だってさ、もしかして白目向いて寝てるかもしれないしさ、ねえ、採用試験には体力考査もあって腹筋がしっかりできないと落とされる。おー、なるほど。私はもう英語も喋れないし、腹筋も今ないから無理。え、釧路さんで大丈夫ですよ。だって、あ、ありがとうございます。一応今のところ割とほらエレベーター押しといてくれた人とか、ありがとうございます、あのお釣りありがとうございます。一応接客業のね気持ちはわかるんで、なんかあーいとかさ、なんか無視する人とかさ、バーって取る人とか本当に嫌だから、もうなんってなるから、それはなんかすごい、うん、一応お礼は心がけてる。アメリカ国内線のシーン強かった、怖かった。あ、そう、アメリカ行ったことがないからな、わかんないな。でもやっぱ海外のその CA さんばっかりとめっちゃ緊張する。だって英語喋れないんだもん。だから英語で聞かれたもん、あ何言ってるんですかバカバレる、あずーって、マジでめっちゃ偉そうにめっちゃ偉そうに、それは絶対ちょっとあの何ですか、その文化の違いというか、なんかなんだろう、なんかあんじゃないのなんかそこでは普通かもしれないけど、日本人にとっては冷たく感じるとか強く感じるとか絶対あるよそういうの。ああ、ハワイはアメリカか、そうか、じゃあそうか。いや、なんかどっかのとかアメリカ、え、ちゃハワイ、だグアムとか家族で行った時はおとんがいるからなんとかなるじゃん。ハワイとかさ初めてだし、もう何みたいなシンガポールもよく分かんなかったな。だからシンガポールから帰る時とかは結構、日本に帰る時とかは日本の CA さんいたりするよね。いや、もう同じ国の人、ま、あの母国の言語が通じるってこんなに幸せなことかって、海外に行くと思うよね。イエスとノーが言えれば大丈夫。いや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 、だって間違ったことでイエスとか言ってもねえ、困っちゃうよ。毛布欲しいって言えないもん毛布なんて言ったらいいの言えないよ。アイマスクは言えるけど、ちょっと家わかんない、みんなならなんて言うの。毛布、掛け布団、あ、ブランケット、ブランケットだ。あ、そうだよね、あ、やっぱり、あ、そうだ、ブランケット、ビーフプリーズ、それ絶対ちゃうやん、絶対笑われるやつ、ほんまにやめて。僕の告白もイエスでお願いします。ブブーブーちゃんものを指します。そっか、まあ、誰かが持ってたらそれを言えばいいか。うん、ね、
なんかコンソメスープとかさ飲みたいのにさ、なんか緊張するもんね、飲んでいいのかなって。あ、こんばんは、青菜炒めだって。キャベツの美味しい食べ方を探してますだって。私千切りが好き。ラスカルかわいい、やさませ。よかったらフォローしてください。ジェスチャーで通じる、なるほど。フィッシュ or ビーフ聞かれる、え、ほんまじ聞かれるんやって思ったもん。ビーフですね私は。あとパンからアイスかみたいな言われなかった？そういう場合もあった気がする。その時超悩む。物がなければスマホの写真。あーなるほどね。まあ何とでも方法あるか、きっと。そういうお客さんいっぱいいるでしょ。通じない、通じない場合はどうするか。あービーフはチキン、そっちもあるか。まあそうだよね、国によってはいろいろあるし。ビーフかチキンかってめっちゃ悩まんエールフランスだとワインをくれる。へえ、フランスか。なあ、修学旅行本当はフランスの予定だったけど国の事情で行けなかったことがあったな。でもハワイ行ってめっちゃ良かったと思う。今後フランス行く予定があるかって言ったら、なんか情熱大陸とか出な、大陸とかなんか出ないといけなさそう。オーストラリアの予定、うん違う、フランスだった。ペプシとコーク、私なんか質問したっけ。なんでペプシとコーク、何何の話。私コーラはそこまでとか飲まない。情熱大陸なんかドキュメント系とかだったらなんか連れてってくれそうじゃない、フランスとかなめてる最悪なんかそう、ここが私のアナザー、でもアナザースカイじゃないもんな。フランスにペプシコーラとコカコーラの違いかな、どっちが好きかって話。私どっちも飲まないね。適当なイメージで草ってやめて。オーストラリアも確か行ってみたいな。飲み物は私はアップルジュースかそのコンソメスープがいいんだけど、なんかコンソメスープでってなんか言えないだってさ。そう、私そういうのねめっちゃサービス利用したい人なの、そういう飲みたいの。でもさ結構さ隣にいるメンバーとかさ寝てたりするから、あと大体通路側じゃないからめっちゃ気まずいのさ。あーとか言って、でも、うん、ここ寝てる、あでコンソメスープめっちゃ熱い、やばいみたいな本当に焦る。フランスに何しに修学旅行行くの、それな。確かにフランスっていう選択肢があっただけでフランスでここに行きますとか、修学ってなんだろうみたいなただの旅行みたいな。そう、ハワイもただの観光だったしフ将軍の PV みたいにコラ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 
マジで何言ってんの、ほんまにほんまに何言ってんの。ジンジャーエールは大好き、ジンジャーエールは本当大好き。だからセットメニューにジンジャーエールなかったり、ドリンクバーにジンジャーエールなかったらほんまになんでって思う。ジンジャーエールはマストだよ、私の中ではね。ハワイのマクドは単語だけで注文できたよ。おお、ハワイでマック食べなかったな。グアムでは食べた記憶ある。国内線のコンソメスープ美味しい。そうだよね、飲んだことある、美味しいよね。でも飛行機はもう全く乗らないからな。もう3、いや4年以上乗ってないんじゃないかな。修学旅行、そんな名前だけ。そうだよね、もう遊びだよね。だってさ、修学旅行でディズニーとかさ、もうただの遊びだもんね。あ、フランスはベルサイユ宮殿とかルーブル美術館。あー、なんておしゃれな、もう高校生が行くとこちゃうやん、そんなもん。あー、大学の修学旅行とかあればよかったりな。もうご時世的にも絶対ないし。うん、ベトナム行きたかったな、行く予定だったのにな。1時間経ったし、1時になるし、なんかまだずっと喋れそうだけど、そろそろ終わりか。あー、そうだね、修学旅行、卒業旅行か、どっちかっていうと。あー、それだ。本当になんか大学卒業しちゃうと本当誰とも会わなくなるなって思う。だってみんなの連絡先知らないんだもん。ヤキと旅行行きたいよ。行きません。えっじゃないのさ、みんな明日も休みでしょ、どうせ。どうせ休みなんでしょ。あ、明日は髪色チェンジチャレンジしてみるから、お楽しみに。失敗したらね、めっちゃ失敗したって言うから。え、知らないのって何が、何の話。ごめん、私話したことすぐ忘れちゃうから。何、何の話。 Hello, I am from Indonesia。やっほー。インドネシアは行ったことないです。お、フォローしました、だってアレックス、サンキュー、また見に来てな。テルマカシーっていうの、インドネシアの方には挨拶ですか、それ。連絡先、ああ、え、知らない、うん、一人し、ああ、二人、あ、三人、1年の時に一番初めに仲良くなった子と、あの、私がよく定期的に、あの、名前は出してないけど一番仲いいと言ってる友達と、あとギャル。この三人以外知りません。あ、まあ知ってるかもしれないけど追加してないかも、勝手に追加されてる。マジでマジで本当に、あ、なんかあと謎にグループライン作ったけど、本当に全く活動してない一人の子いる。あとゼミが絶望的に仲良くなくてですね、まあコロナ禍で全然その授業で集まることがなかったっていうのもあるし、なんかゼミってさ、もっと仲良くなるイメージあったんだけど、もうなんか個人プレイって感じで、全然もう授業終わったら、はい解散、もうすぐ、もうみんないなくなっちゃう、この後どっか行こうぜみたいな、全然ない。本当にドライだったな。
You are so cute. Cutest. Love you. あ、love you って伝えるのかな。Love you. キュン。まあでもその友達3人いるから十分でさ、ちょっと前までさ、なんかちょっと前まで仲いい、ずっと仲良かった子がさ、あの遊ぼうって連絡来て、いいよって言って、あの何日から何日、じゃあ何日になる空いてるって来て、何日から何日まで空いてるよって言ったら返事こんくなったもうどうしよう、何Love you too. Thank you. また来てねってなんて言うの、また来てねってどうやって言ったらいい、友達4人目になりたい、なれるかな、前にもそれくらいサービスお願いします、はい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 、そうえ、また来てねってなんて言ったらいいの、おーい、英語ちょっとはわかるよって人、おーいちょっとほら、ラブユートゥーつってくれてるしさ、ほらまた来てほしいじゃん、どうせならさ、 See you again again でいいの、 See you だけじゃさよならじゃない、 See you next again っていうのなんかまた会いましょうって、バイ、ポリポリいや、See you って寝てないじゃん、起きてんじゃん、カモエブリバディ合ってんのそれ、本当に合ってる、 See you またね、また来てね、ちょっとちょっとみんな自信なくなってコメント減っちゃったじゃんか、もうなってるかね、全然ちゃうやん、もうやめてよ本当に、ははおかしい、みんな面白いよ、最高、チャオ何のお話、英語強い、あのほらまた会おうね、また会いましょうって言いたいの、英語でカモン、カム、カム、カムアゲインだって、カムアゲイン、カムアゲイン、カム、カムアゲイン、カム、カム、エブリバディ、それちゃう、朝ドラやった、自分で勉強しなさいって今ないからみんなに聞いてるんでしょ、頼むよ、みんな675人が頼りなのさ、See you again. もうきっといなくなっちゃったよ、インドネシアの方見てくれたけどみんなで英語勉強しよう、 Meet again で英語だって、あ、そう、まあ again って言っときゃいいってことお、あー、あく、アクセンタカム、オフ、なんて言ってるんだあれさっきと違う人、あれ、あ、さっきと一緒の人だ、 Can you speaking Indonesian、 I can't speakキング、インドネシアン
いや、I can't speak in Indonesia じゃ絶対違うんだよ。I can't speak. But you know, Sinta, you know, あなたは知ってる？シンタって何？シンタ。ああ、なるほど。I can't speak Indonesia。I can speak Japanese え？ What this？ どうすんのもう、やめない？ジャポニカ、ごめん。いやでも私英語の辞書すぐこの扉の向こうにあるの、扉の向こうに積んであるのさ。あ、I don't speak English。 あー、ジャパニーズ。あー、ソーリー。あー、インドネシア語か、ディフィカルト。ジャパニカって隠しちゃう。ごめんごめん。Don't worry。 ちょっと英語とジェスチャーで乗り切るやん。そう、英語のさ、もう単語がさ、スポン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 ってさ抜けてるからさ、もう単語が出てこない、困ったもんだ。ちょっとこれさ、もっとさ11時台でさのんびりできる時だったらさ、辞書を持ってきてさ、これみんなって言うの、いやいやって言う時さ、もうさこんな時間だからさ、もうそろそろ終わろうと思ってんだけど、マジでねえ。そろそろ終わるのは あもうなんか間もなくとかさ、そろそろとかそういうのも出てこないんだもんね。なんか悔しいよね。だって私さ、オンとオフと何？オブとか、あ、オフじゃない、オブとかアットとか、中学生の頃からこれできたことがないのよ。バカだから。バカっていうか何？何度やっても理解ができない。あ、お名前聞かれた、よっしゃ。まい、I am Lina。 Lina Kushiro。 Lina。 よし、ここだ。そんな時にテロップだ。 Lina。 リナ、リ、R の発音が悪い。おい、おい、リ、リ、ラリルレロ、リナ。リナ。おー、リナ、よっしゃ、初めて伝わったよ、みんな。みんなハイタッチだよ、もう。素晴らしい。みんなのおかげ。ああ。最高。バグース。お、バグースってさ、インドネシアじゃないっけ？私さ、なんか、インドネシア人と結婚してる人の授業を取ったことがあって。それで素晴らしいのことずっとバグースって言ってたの。バグース、
伝わるかな、伝わってほしいな。おお、伝わった、よっしゃ、バグス、イッグッド、ほらバグスで伝わった、ハッピー、こんばんはハロー。で、そろそろ終わるって誰か教えてくれって言ったらいいんだろう、もうすぐエンドまあいいや、とりあえずランキング読むね、1時になる前に。まあ1時になったからといって何かあるわけじゃないですけど、ふう、いきまーす。13位、ひとよさん。12位、大政さん。11位、ゆういくん。10位、ぷにぷにさん。9位、くにやん。8位、ざっちくん。7位、やまちゃん。6位、博多のやまさん。5位、とんちゃん。4位、コラコラさん。3位、ひかるくん。2位がよしあきさん。1位がまさくんでした。ありがとうございました。はい、スーンフィニッシュ、グッバイ、みんなバイバイ。お、みきとお話し会して配信見てるって話してくれたの、ありがとう。貴重な時間をわざわざ私の話してくれてありがとう。テレマカシー、グッバイ、 See you again。 I am リナ、リナクシロ、 Thank you、バイバーイ。あ、え、ノーノー、なんかノーって言われた、やばい、ノーって言われた。 Good night、 Good night。Follow me, please. ハート、ハート、ハート、どっちにある？ハート、ハートタッチ。おお、インドネシア語で書かれている。私にはわかるな。じゃあ、マジ終わりますせ。みんなありがとうございます。遅くまでお付き合いいただき。ライト、私のこっちでいいのかな？フォロー機能わかるかな。 Love、 ハート、タッチ、こっち、ハート、上の、ハート、タッチ。じゃあみんな本当本当ありがとうございました。じゃあグッドナイ、バイバイ、みんなありがとう、ありがとうございました。